県知事は、徳島県徳島市入り、田町近寺の西流王山にある寺院。三号は、大滝山。宗派は、東寺真言宗。本尊は、金剛座王大言言。四国八十八箇所霊場の、第十三番札所、第日寺の奥の院。四国三十六不動村霊場第十二番札所。本尊真言、御馬座落車らうんじゃ、うんご鋭 我が胸に悩み苦しむ心をば神の遺徳で立て直す。寺天寺天皇の知性に、縁のうずぬが回帰したと伝えられている。公認年間に、空海が四国巡礼をしている際に本寺を訪れ、修行したと伝わる。その際、今後座王権現を監督し、その尊像を刻み岩屈の奥深くに祀ったという。時代は下って、天正十三年、八塚家政が、 阿波藩主として着任後、戦に出陣した際、お告げを受け対象した。帰国後、そのお告げは、当時の本尊の決心と悟り、城下にを混流し、薬師如来と共に持ち帰って、城の守り本尊とした。その後、奇異なことが続き、本尊が帰りたいと望んでいることが分かり、仏師に同じものを作らせ、それを寺に収めたものの、依然に奇異なことは続いた。 ついに手元に置くのを断念し、寺に返却したことから、本尊の金剛座王語音源が、不法大施策のありょうと、八須賀公の掘らせた運型の阿う二体となった。安政時代には、平野商人により交流する、本堂賢治流門屈駐車場の上に、境内の下方に、蒸気の広場の端に門があり、変路道を500メートルほど下った場所に、 金地谷川の沢の最上部に架か,かる滝があり、寺の行場となっている。県知事の行場、ありがとうございます。